動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアズリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあ食べ物というか、今日あれですよ、バレンタインの贈り物としてサネトキさんから唐揚げくんのギフトをいただきましてですね、でそれを変換するというか、物にするためにローソンまで行ってきたわけですけども、今の食べ物っていうか商品って結構その前面にカロリーがどれぐらいだとかさ、内容量とか、例えば 50g、 今目の前にあるイカの当たり目だったら内容量が 50g ですよぐらいしか書いてないけども、今食物繊維がどれぐらいだとかさ、タンパク質だ糖質だっつって、前面にドーンって出てたりしますから、やっぱそういう健康じゃないけども、なんだろう、筋肉 VTuber とかボディービル VTuber をよく見ますけども、そういう人たちが言ってるタンパク質だったりとか、そういう糖質だったりっていうのを一発で見たら分かるような、そういう感じになってるのかなと思って、なんかいろいろ感心させられますね。だからみんなやっぱそういうカロリーだったりとかさ、糖質タンパク質って気にしてるんだなと思って、最近になってようやく僕も気にするようになって、まあ、どちらかというと僕は筋肉つけたいからタンパク質を欲しておりましてですね、ツイートでもタンパク質が欲しいよっつって、糖質よりタンパク質って言ってましたから、それで気聞かせて、タンパク質を送ってくれたわけでございますけども、本当にありがたいですね。久しぶりになんか唐揚げくんを食いましたけど、美味しいですね。で、なんかそういうところに気がついたなっていう感じですね。特になんかコンビニの商品って全面にそういう栄養のなんか表記をしてるのが多いかなっていう気がつきますね。まあっていうのも、中山きんに君がコンビニの食事でこれがダイエットにいいとか、なんか筋肉つけるのにいいみたいな動画を出してたりしますからね、そういう関心っていうのは今高まってるんじゃないかなと僕は思いました。へい、ちゅうことでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思います。日本経済新聞のニュースです。ニューヨーク市内の野生児科、オミクロン株への感染確認ってことですが、アメリカの大学が NPO などと共同で進めた調査で、ニューヨーク市内に生息する野生のオジロジカに新型コロナウイルスの変異株オミクロン株への感染が広がっていることが分かった。野生動物の間で広がったウイルスが変異し、人間に再感染するリスクも指摘されているというところです。で、この調査はペンシルベニア州立大学の研究チームと野生動物保護 NPO のホワイトバッファローと、ニューヨーク市局、市当局などが共同で行った研究で、2021年の12月中旬から2022年の1月末に、末にかけてニューヨーク市内、スタテン島で野生の鹿131匹を捕獲し、新型コロナへの感染状況を調べた。調査の内容が7日、査読前論文としてオンラインで公開された。で、この論文によると、捕獲した、鹿の血液検査では全体の 15% が抗体を持っていた、まあ以前かかっていたっていう証拠ですね、と 68% に PCR 検査をしたところ、うち7匹が陽性で、その中にオミクロン株が含まれていたということで、まあ、オミクロン株にも感染するんだよというのが分かったみたいですね。で、このオジロジカなんですけども、アメリカ国内でこの広域に生息しておりまして、郊外では路上や、裏庭などでも見かけることが多い。で、アメリカ東部から中西部を中心にこれまでも10種以上で同種の鹿に新型コロナウイルスの感染が確認されているが、オミクロン株への感染判明は今回が初めてと見られているというわけでして、で、まあ、この調査はニューヨーク州でのオミクロン株流行とほぼ重なっておりまして、人への流行と時期を置かず、鹿にも変異株が広がり始めているということを示しているということですね。感染経路っていうのが不明なんですけども、専門家は感染した人による餌やりだったり、ゴミや下水を通したウイルスへの感染、接触の可能性を指摘しているってことで、野生動物の間で感染が広がったウイルスが変異し、人間に再感染する危険性は以前から懸念されていた、ので、人間への接触リスクがある野生動物への、流行は今後、各地の自治体から対応が迫られる問題になりそうだというわけでございますね。まあ本当に
今オミクロン株で日本も大変なことになっておりますけども、まあ、ウイルスの感染状況っていうのはやっぱ感染した人をですね、人っていうのは戸籍があったりとか、まあ、ちゃんと人権が保障されておりますから病院とかそういう調査をして分かるわけなんですけども、なかなかね、人間でも今把握できてないとか、っていう状況において野生動物にそういうオミクロン株っていうのが感染したらもっと取り返しのつかないことになるんじゃないかなと思いますよね。っていうのもまあね、だって戸籍があるわけじゃないし人権があるわけじゃないですから、病院なんかにも野生動物がちょっとすいませんけど体お腹痛いんでっつって病院に来たりしませんからですね、そういう野生動物がなったらもう取り返しがつかないってさっきも言いましたけども、なんだろう、感染してもわからないし、もっと違う変異ウイルスになってる可能性もありますからですね、そういうところから、そういう観点からもですね、野生動物の触れ合い、これもさっき餌やってる人がいるって書いてましたけども、触れ合いをどうやって、なくしていくか禁じていくかっていう対策も求められますし、まあこれまでもそうなんですけども、ちょっとやっぱ人間って野生動物に近づきすぎだったんじゃないかなっていうふうに思いますので、こういう野生動物をどうやって距離を置いて暮らしていくかで、まあ、野生動物と距離を置くっていうのは人間が一方的にどっか行けってやるんじゃなくて、その野生動物が生きていく場所ですよね、環境、そういう場所の作り方、まあ、そういう環境作りだったり、どこまでが人間が開発しておくって、ここから先はダメなんだっていうことをどうやって把握するのかっていうのも含めて、動物たち、まあ、自然だったりとそういう場所との、共存するための環境作りっていうのをいかに、政府だったり行政がちゃんと関心を持って進めていくかっていうのが重要になるんじゃないかなというふうに僕は思います。ということでございまして、今日のニュースはニューヨーク市内の野生鹿にオミクロン株への感染が確認されましたという、そういうお話でございました。